スポーツクラブジョイフィットは、岡本グループ司会者、ウェルネスフロンティアの社内カンパニーである、ジョイフィットヘルステックカンパニーがフランチャイズ方式を主体に全国展開するフィットネスクラブである。また、運営会社として、かつて存在した株式会社ジョイフィットについてもここで述べる。1996年に岡本石油が、 岡本企業と岡本企画を合併して株式会社岡本と商号を変更する以前の1991年に岡本グループにおいてフィットネスクラブバイオとしてフィットネスクラブ事業が開始されるその後2001年にジョイフィット1号店が開店され2002年に岡本グループの子会社であった株式会社パトスを株式会社ジョイフィットに商号を変更し 2004年にスポーツクラブジョイフィットの FC 本部が開設される。2008年に株式会社ジョイフィットは株式会社岡本に合併。岡本は社内カンパニーを採用して運動施設関連ビジネスを担当する事業部をジョイフィットヘルステックカンパニーとしていた。2010年に株式会社岡本が株式会社パワーアリハを完全子会社化し、 2013年の会社組織再編の際、株式会社パワーリハにウェルネスフロンティアと称号を変更した上で、ジョイフィットヘルステックカンパニーや株式会社アイテックと合併させる。また2014年に中国において、健康前沿い空港有限講師や滑越県民市順、上海有限講師、CO、リミテッド健康前沿い有限講師、CO、リミテッドを設立し、 2015年に、上海に、2018年に、台湾に、ジョイフィット24をオープンしている。ジョイフィットの特徴は、通常のガツ回避制度の他に、ガツ回避が不要で6から10分あたり100円の、時間重量制コースがあること。また、ガツ回避の場合は9000円程度である。定休日も、今までは、原則なかったが、 最近は月1回程度のメンテナンス日を設けている場合もある。営業時間は8時から24時までの店舗と一部では24時間オープンの店舗もある。またスタジオプログラムとして店舗によりレスミルズプログラム、ラディカルプログラムなども導入しているがどっちつかずで特徴がないプログラム構成となっている。その他、ベッド料金30分3000円弱で、 パーソナルトレーニングを受けることができる。パーソナルなので定期的に行わなければならないが、そこまでの定期性はないので、効果があるかどうかは別問題である。主にテナントの撤退後の物件をリフォームして利用する犬器出店をしていたが、新築物件も増えている。基本的にはシャワーのみの施設であったが、サウナやホットヨガスタジオ、プール、 風呂を付設したものまである。またチェックイン時、IC カード自動改札方式を採用。清掃も他のスポーツクラブより、簡素化して徹底したコスト節約をして、同形態の他社より、多少安価な価格帯となっている。しかし近年は、フィットネスマシンのみの格安で24時間営業の、他社の登場で価格面でのメリットはない。他店舗利用も認めているが、 所属店舗の1ヶ月間の利用時間が多店舗よりも少ないと一番多い使用時間の店舗へ強制移動となるなど店舗システムをよく理解しておく必要がある。2021年1月31日、全店舗の15%にあたる46店舗の営業を終了した。その一方で、 同じ岡本ホールディングスが運営する別ブランドの24時間フィットネスジム FIT365 の出店が急増している。スポーツクラブジョイフィットテイネ2020年9月現在の主なフランチャイジー。ありがとうございます。